お世話になっております、マサルです。今回は X ウィンドウシステムとスタート X について一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。 CUI 文字だけの画面から一時的に GUI セッションを起動したいときはどのコマンドを利用しますか？ A XOS、 B ディスプレイ、 C スタート GUI、 D スタート X、 どれが正解でしょうか？正解はこちらです。 D スタート X です。正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。今回はまずはじめに CUI と GUI についてお話ししていきます。 CUI とはキャラクターユーザーインターフェースの略で、キーボードを使って文字だけで操作する方式です。 CUI のメリットはコンピューターへの負担が少ないことやログの管理がしやすいこと、さらに最低限のプログラムを利用するので脆弱性が見つかりにくいというメリットがあります。しかしデメリットは操作が難しいことです。なお CUI と似た言葉で CLI という言葉がありますが、ほぼ同じ意味なので CLI ニアリーイコール CUI と思っていただいて大丈夫です。次は GUI です。 GUI はグラフィカルユーザーインターフェースの略で、マウスなどを使って視覚的、そして直感的に操作をする方式です。これはきっと皆さんが日頃使っている方式ですよね。ウィンドウやアイコンがあって、マウスやキーボードを使って操作をします。GUI のメリットは初心者でも使いやすいことです。デメリットはコンピューターに負荷がかかること、ログの管理が難しいこと、そして利用するプログラムが CUI に比べて多くなるので、脆弱性が見つかってしまう可能性があるということです。まずは CUI と GUI の違いについて説明しました。CUI はキーボードからの文字入力だけで操作をする方式。GUI はマウス等を使って視覚的、直感的に操作をする方式ですね。業務で利用するサーバーはログの管理や脆弱性を少なくするという観点から CUI を利用していることが多いです。しかし、CUI では操作が難しいと感じることもありますよね。そのような場合に CUI から GUI に切り替えることができたら嬉しいですよね。しかし Linux OS のカーネルは GUI を使える仕組みを持っていません。そこで X ウィンドウシステムというシステムを使って GUI を使えるようにします。ということで、ここからは X ウィンドウシステムについてお話ししていきます。 X ウィンドウシステムは GUI を実現するためのシステムです。 X ウィンドウシステムというのは大きく X サーバーと X クライアントという構成要素に分けられます。 X サーバーはキーボードやモニターを制御してくれる役割です。一方 X クライアントというのはウェブブラウザやExcel のようなユーザーが利用するアプリケーションが X クライアントに該当します。キーボードからの入力をモニターに移したり、アプリケーションの動きをモニターに移したり、そういった制御を X サーバーが行ってくれることで GUI 環境を実現できているわけです。そして X サーバーの下に x.org と書いていますが、これは古くから利用されている X サーバーの種類です。そして次にスタート X というコマンドを紹介したいと思います。スタート X というコマンドは X ウィンドウシステムを起動させるためのコマンドです。実際に試した方がわかりやすいと思うのでやってみたいと思います。キラーコーダ環境ではスタート X を利用しにくいので、今回は私のアルマリナックスの環境を使ってスタート X を使ってみたいと思います。
現在はキーボードを使って文字だけで操作をする方式ですよね。これは何という方式か皆さん覚えてくれましたか？この方式は CUI ですよね。ではこの状態からスタート X コマンドを使って X ウィンドウシステムを起動させて GUI 環境で操作できるようにしてみたいと思います。それではスタート X コマンドを実行します。するとこのように GUI 環境で操作ができるように切り替わりましたよね。無事に GUI 環境になっています。少し補足をすると、スタート X コマンドで GUI 環境に切り替えるためには X ウィンドウシステムを利用できるようにあらかじめ設定しておく必要があります。なのでどんな場合でもスタート X コマンドを使えば GUI 環境に変わるということではないので、そこはご注意ください。ということで、スタート X コマンドを実際に使ってみました。ここで少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では、成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人では勉強するのが大変という方は、メンバーシップからオンラインコミュニティに参加して一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。それでは、今回の復習です。今回の問題はこちら。CUI、文字だけの画面から一時的にGUI セッションを起動したいときはどのコマンドを利用しますかという問題でした。正解はこちら、スタート X コマンドですよね。今回は CUI と GUI の違いからお話ししていきました。 CUI はキーボードを使って文字だけで操作をする方式、 GUI はマウスなどを使って視覚的直感的に操作をする方式です。 Linux カーネルは GUI を使える仕組みを持っていないので、X ウィンドウシステムというシステムを使います。 X ウィンドウシステムの構成要素は X サーバーと X クライアントですね。 X サーバーが仲介役となって GUI 環境を実現してくれます。そして実際にスタート X コマンドを使って CUI 環境から GUI 環境への切り替わる様子も見てもらいましたね。スタート X を使うことで X ウィンドウシステムを起動して GUI を使うことができるようになります。ただし、スタート X を使うためには事前準備が必要なので、すべてのシステムでスタート X を使うことで GUI に切り替わるということではないので注意をしてください。それでは、今回の動画は以上です。お疲れ様でした。最後にお知らせです。私が書いた Linux 一冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習にお役立てください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。